ミロク株式会社ミロクは、高知県南国市に本社を置く領収、工作機械、木材を使用した自動車部品などを製造、販売する企業の持株会社である。ミロクの重機製造は1892年、土佐藩鉄砲単屋の末裔であった鉄砲職人、ミロク倉次により中折れ式の重機の製造が開始されたことに橋を発する。 倉次の息子で後に、魅力工作所の創業社長となる魅力武吉も、鉄砲職人であり、戦前及び第二次世界大戦中に、日本軍向けの銃器の製造に携わった経験を、元に、戦後に、弟子の井戸、千代亀と共に、魅力工作所を設立する。英語社名の BC 魅力の B は武吉、C は千代亀のイニシャルにちなんだものである。 会社設立当初は連合国軍最高司令官総司令部により日本国内での銃器製造が禁じられていたことから1951年までは捕鯨法の製造が事業の主力であった。捕鯨法自体は会社設立前の1934年により製造実績のあった製品であるが当時ノルウェーからの高価な輸入品しか存在しなかったことや 生涯捕獲党数九千百四頭の世界記録を持ち対応漁業の名誉主とあれた伊泉森和の激賞を受けたこともあり安価な魅力の捕鯨法は評判を呼んだサンフランシスコ平和条約が締結され日本が主権を回復した九百五十一年国内での銃器製造の解禁とともに元折単身三段銃の製造を開始し翌九百五十二年には 元折、水平、1961年には、元折、上下に輪三弾銃の製造を手掛けるようになる。この時期の魅力の元折式銃機は、シンガー飛行生とともに、川口や林鉄砲火薬店の販売網にて、軽快、C ブランドでの販売が行われていた。同時期、北米市場には、 社を通じて1963年より輸出が行われていたが、両社の販売網の下では魅力が製造元であることを表記することができなかったようで、この時期の魅力中の多くは B、C マイラックの名が刻まれていた。1966年には、ブローニングアームズ社からの業務提携を獲得し、同社の三段銃の OEM 製造を開始。1972年に、 日本輸出と合弁で独自販車の日産魅力を設立、KFC への商品供給を打ち切って自社ブランドでの販売体制を確立する。チャールズ・デイリー社経由での輸出も1976年には終了した。会社設立初期より魅力を支えていた、捕鯨法も日本の商業捕鯨が最盛期に差し掛かる1960年には生産を縮小し、 両銃生産に経営資源を集中させていった。2014年現在は、自社ブランドの BC ミロク名義の三弾銃を製造するほか、ブローニングアームズ社ブランドの三弾銃や、ウィンチェスターリピーティングアームズ社ブランドの小銃、ライフルのイセンス生産も手掛けている。2004年時点で、年間12万兆の製造実績があるが、うち99%が輸出に回され、 国内市場への供給は1%程度である。重機以外では、ガンドリルの製造販売や、トヨタ自動車等の高級車向けの木製ステアリング、ホイールやシフトノブの供給、パナソニックの高級扇風機、海 CWP3000 のポールの供給を手掛けていが、これらはいずれも重機作りの技術から発展したものである。2009年に国内で最後に残った競合相手であった。 新 SKB 工業が自主廃業したことで、サッチ小銃器製造所のようなオーダーメイド形式の商工房を除いては、国産の量産産段銃メーカーは実質的に魅力作所のみとなった。2014年現在では、元折式上下に連産段銃が主力製品となっている。小銃はボルトアクションのブローニングブランドで販売しているのみで、BC。 ミロクブランドの小銃は国内向けには販売されていない。なお、若干数ではあるが、欧州市場向けに上下二連酸弾銃をベースにしたの輸出は行われている。ミロクの上下二連銃はほぼすべてがボックスロック構造で一部の高級グレードにサイドプレート仕様が設定されている。内部構造は KFC 時代は激鉄に、 松葉バネを用いた古典的なものであったが、ブローニングとの提携後の1973年に OEM 製造が開始された以降は、コイルスプリングを用いた激鉄機構に転換した。一人以降の魅力上下に連中は、重心とレシーバーに全一箇所、後二箇所の合計三箇所の後合部が設けられ、さらに開閉レバーと連動した大型のロッキングボルトが、 重心下部に差し込まれることで閉鎖が完了する。こうした機構自体はウィンチェスター製上下2連及びその OEM 製造に当たっていた日本のアキラ電車の上下2連にも類似したものが見られたが魅力上下2連銃は高級モデルでは重心とレシーバーの後部に箇所の交互部付近に可動式のヒンジが設けられ発射時のエネルギーを レシーバーのテーブを通じて重症へ逃がすことで射撃の反動を軽減する工夫が凝らされている。こうした構造は、もともとは1920年代にジョン・ブローニングによりブローニングスーパーポーズドとして開発されていた構造を下敷きとしたもので、魅力は1973年にスーパーポーズドの一般的な着脱式に設計変更したモデルを一人として発表。 その後発売された、ミロク M2700 頭の狩猟銃や、ミロク M5000 頭の日本国内向けクレー、射撃専用銃にも、シトリと同様の構造が採用されており、1992年には、バルセロナオリンピックにて 5000T を狩る渡辺和夢による、クレー射撃トラップ競技で、アジア人男性史上初の銀メダル獲得という、快挙に結実するが、その一方でこうした構造は、 閉鎖機構の使用構造がレシーバーの下部に集中するため、クロスボルト等の缶抜きをレシーバーの上部に持つ構えの銃と比較してレシーバーの下部が大きく重くなりやすいという批判も一部に存在した。近年では2004年にブローニングと共同でそれまでの魅力上下2連銃とは全く異なる内部機構を持つ開発、OEM 製造を手掛けている。過去には 水平二連銃の製造も手掛けていたが、現在は撤退している。水平二連銃はのミロク M500 などの普及価格帯のものも多く作られたが、お参考にしたとも言われる量引き引き金、サイドロック構え採用のミロク界が特に名高い。ホーランド屋に代表される、俗にロンドンガンと呼ばれる英国製。 水平2連銃は少なくとも6万円ポンド以上の製造費用と2年から3年の納期を要することが常識であったが、未録のサイドロック水平2連銃はエジェクター付きの未録 FE や S120 であっても1980年代後半時点で低価120万円前後と比較的安価であったことが特筆される。 魅力の水平に連銃は1971年から1988年にかけてブローニングにも OEM 供給され、北米ではブローニング BSS、欧州ではブローニングアンソンの名称で販売されいた。BSS には1983年よりサイドロックモデルも追加され、BSS、サイドロックとして1988年まで生産された。BSS。 サイドロックは1992年にブローニング BSL の名称で販売が再開されたが、この時点で魅力はすでに水平2連の自社生産を取りやめていたため BSL の内部部品のみを製造し、組み立てはベルギーの FN 社で行われる体制に移行した。ボックスロックの BSS も1995年に欧州向けのアンソンのみ、 ブローニングニューアンソンとして販売が再開されたが、こちらも魅力は内部部品の製造のみに関わり、組み立ては FN ということは BSS と共通していた。両社は共に2000年代初頭には生産販売が打ち切られた。なお、BSS、BSL の生産体制は魅力による一貫生産品の他に魅力が部品を製造し、韓国の大ブ成功や、 ベルギーの FN で組み立てたものが混在しているため、資料によっては BSS、BSL ともに韓国製とされているケースや、スタンダードカタログオブブローニングファイロームズのジョセフ・コーネル、ザ・アンダイジェストブック・オブ・カウボー・アクション・シューティングのケビン・ミハボフスキーなどの商業誌の著者のように198年から1988年の BSL を韓国製としているケース、 c h u c k h a w k s c o m のチャックホークスなどの米国の研究者のように、1978年から1987年までは、BSL も含めて魅力による製造として分しているケースが存在するなど、分類に際して、いくらかの混乱を招いている。元折に連中以外では、A ボルトを参考にした20。 ゲージボルトアクション3弾銃のミロク MSS-20 が2018年現在でも製造されており、専用銃として定評がある。過去には、アメリカントラップ競技向け元折単身銃のミロク M-90、ポンプアクション方式のブローニングモデル12のブローニング男の製造にも携わっており、2018年現在も元折、単身銃は、ブローニング BT-99、 ポンプアクションは、ブローニング BPS、半自動式は、ブローニングゴールドとして存続している。空気銃の分野では、茨城県の太陽銃器への協力も行っていたが、現在は撤退している。変わったところでは1962年から1968年にかけて、38SPL 弾を用いる回転式、拳銃である。 ミロクリバティーチーフの製造を行っていた記録が残る、他、22ロングライフル弾を用いる小銃のブローニング BL-22 をデッドコピーしたミロク ML-22 を製造していた。後者は安価で15発装填可能な弾装を持つことから、オーストラリアのウサギ業ハンターの間で人気があったという、輸出向け小銃の分野では、1977年に、 ウルトラハイ M2200 というボルトアクション方式。22LR 弾のライフルも手掛けているが、欧米では、ウルトラハイブランドは1976年から1980年代中盤まで生産されたフリントロック方式のマスケット銃のブランドとして著名である。欧米では、ブローニングの製造を手掛ける魅力の自社ブランドの三弾銃は、 ブローニングブランドよりも安価であるにもかかわらず、一般的に信頼できるものであるとみなされている。また、ミロクは、ウィンチェスターのフォーリングブロックアクションの小銃のレプリカを製造していることでも知名度が高い。ミロクの三弾銃は欧米では1000米ドル程度で販売されているが、輸出向けのミロク MK38 テアグエ超過2連は、競合製品の B525 やベレッタ 686E と比較しても遜色のない性能を有していると認知されており、ブローニングベレッタ両社の製品ラインナップではさらに高級な価格帯のものに実装されているバックボワード、重心や交換式も備えている、点灯も評価されているという。米国のアウトドア史が2007年に選出したザ・50ベストシャゴンズエヴァーメイドでは、 魅力製の三弾銃は13位にブローニングシトリ、上下2連、18位にブローニングゴールドガスオート、38位にブローニング BSS、サイドロック水平2連、41位にチャールズ・デイリー、魅力上下2連、42位にブローニング A ボルト三弾銃が選出されおり、日系メーカーでは最高位の評価を獲得しているが、特に1963年製造開始の、 チャールズ・デイリー・ミロク上下2連は、同年に、オリン・アキラ電車で製造が始まった、ビィンチェスター・ M101 ともども、それまでジャンク品と同義であった、メイド・イン・ジャパンに対する、米国人の認識を、根本から覆した、ライジングさんのごと基銃であったという評価が、与えられている。また、チャック・ホークスは、チャールズ・デイリー・ミロク時代の水平2連にも高い。 評価を与えており、チャールズ・デイリーミロク M500 は、当時のリテール価格から考えても過剰品質に近いりであり、今日の中古市場でも未だ過小評価気味の価格な、ため、程度の良いものがあれば、購入に値するだけの価値がある、と記していた。客中、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。